皆さんこんにちは。プロボーラーの小林哲也です、えー。今日もですね、前回、えー、練習をさせていただいた時の、えー、動画を使ってレッスンの方を行っていきたいと思います。えー、今日のお話は、もう下にも書いてありますけども、構え方についてのお話をしていきたいと思います、えー。よくですね、僕らの動画で肩を落として投げましょう。肩を落とせ、肩を落とせっていう話をさせていただきました。 えー、まあ僕、もともと若干撫で方もあるんですけども、まあそれではなくて、やっぱり、あの、やっぱり肩を落とすことによって、この空間作りができますよね。えー、この空間を、一本目、これ二本目の、この、この空間。はい。 この空間を、えー、作るために肩を落としてスイングの邪魔をしない自分が歩くときに歩くの優先ではなくてスイング優先っていう話を、えー、ずっとしてきてるかなと思います。で、えー、まあ、ここの部分で例えばこれをやっていても実際なかなかこううまくできなかったりする人も多いかなと思います。 で、逆に、これをやりすぎてしまってる人もいるのかなと思って、今日、今回この動画を撮りました。えー、そのやりすぎてしまってる典型的なのが、まあ、若干僕もそうだったんですけども、あのー、構えるときにですね、スイングのこの空間を作ろう作ろうとしすぎてしまい、僕は左利きなので、えー、な、逆くの字ですよね。この逆くの字が強すぎてしまってる。はい。えー、というのが、 バランスを崩れてしまう原因なのかなという話を、えー、しようかと思います。えーまあ、僕は、まあ、前回のグリコでもそうでしたけども、まあ、ずっと動画を通じてあまりこう軽いアプローチのセンターは得意ではないという話をしています。で、えっ、ー、とまあロバートプロとも話をしながら、まあ、なんかいろんな改善方法あるだろうというので、まあ、足のこのフィニッシュの時とかもいろいろあると思うんですね。ただやっぱり 最終的には、まあそれだけではなくて、元々のこの体の軸っていうのは、やっぱ人それぞれこの体幹の中心部分っていうのは多少変わってくるので、まあそういったところもいろいろと加味していくと、僕なんかはちょっとこの前傾じゃなくてごめんなさい、くの字が構えた時に肩が折りすぎてしまってる。はい。えー、まあこういった状況なのかなっていう話を、えー、されて、まあ確かにスイングの えー、邪魔をしないで、はい、頭があってスイングのこの空間をしっかり作ってますよね邪魔をしないでただこれって多分ここまでしなくても実際取れるのかなっていう話をされましたで僕も確かに言われてみたらそうだなと思っててこう構え構え構えて意識すぎちゃってそこちょっとこう斜めになりすぎちゃって体勢がやっぱり若干 崩れるのかなっていうのがありますで。当たり前ですよね。こっちにこうやってずれていくんで、体がどん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 、その自分の中心よりも、左側、左側にボールの重さや頭だったり、上半身が行けば、バランス崩れるのは当たり前の話になると思います。で、まあ、これを少しずつ改善しようかなっていうので、えー、皆さんもぜひね、これ動画に撮っていただきたいんですけども、自分がどうなってるかっていうのを確認していただきたいと思います。で、あのー、ほとんどの方は、えー、構えた時に、逆に、 右機の方であれば、くの字になりきってない方が多いです。まっすぐ立ってる方が多いです。で、これはやっぱりまっすぐ立ってしまえば、自分の歩くことが優先になってしまって、スイング優先ではなくなってしまいますので、えー、まあ 何ですかね ?9 の字あさ、8の字を書いてしまったりとか、えー、歩き方がぐちゃぐちゃになってしまったりとか、そういった原因になりますので、まずはそこは、えー、僕の動画でもいっぱい上げてますので、ぜひね、この構え方については、しっかりとおさらいをしていただきたいと思います。で、えー、その中でも、やっぱり今度やりすぎてしまってるとか、やる形があんまり良くなかったりすると、どうしてもあの逆効果になる場合もありますので、えー、ぜひそちらの方も踏まえてちょっとお話を聞いていただきたいと思います。で、やっぱり、 この状態っていうのは若干傾きすぎてる。はい。なので、これ結果どうなるかっていうと、ここからですね、歩いていって、一歩目、二歩目。はい。で、これもうだいぶこの状態でも結構こういった体勢が強いですよね。はい。どん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 強い状態になってきたときに、はい。スイングの頭よりも少しだけですけども、まあ内側にこう、 来てるわけじゃないですか。はい。っていうことは、重心が若干ですけども、やっぱりこの体の中心っていうのはここにありますよね。この部分にあります。はい。この部分よりも、頭が出ていってる分、どうなるかっていうと、やっぱシーソーの原理調子ですよね。そうすると、この部分っていうのは、最後フィニッシュで引っ掛けて上がってしまう。 でこういった黄色の線に使えちゃうんですよね。そうすると、じゃあ軸はこの一本足で立つような状態です。で、これって体の状態がもしそんなに構えるときにですね、くの字になりすぎてなければ、ここまでならない。で、もっと体がそのまま戻るような形ですよね。はい。例えば青い線で書くとしたら、 こういった状態になるんですね。そうすると足もあまり上がんなくなりますね。で、やっぱりこの青い線で描けばバランスって安定しますよね。なんかこうやって見るとちょっとこの黄色の線、ちょっと今ぐちゃぐちゃ線が描きすぎて見にくいかもしれないですけども、この黄色の線で、えー、僕はフィニッシュになってます。で、これってまあよく見るとバランスあんまり良くないですよね。それはやっぱりこういった風に止まれなくなるなっていうのはわかるかなと思います。でもこれが 水色のこの線で、もしフィニッシュが触れていれば、絶対に止まりやすいですよね。軸っていうのはぶれないんで。なので、もしかしたらそういったところの原因で、どうしても重いボールを利き手の方で持ってる以上は、そっちに重さは偏りますよね、自然と。なので、よりも、えっと、ボールの重さを感じてしまって、振ってしまって、体が横になってしまう。 斜めになってしまうっていうのが強くなってしまうとバランスが崩れてしまう原因になりますのでちょっとそういったところを気にかけてみてください。えまずはこういったことをするときには動画を皆さん撮っていただきたいと思います。やっぱ動画を撮ることによってそれが理解が深まるかなと思います。はい。こういった形で構えるときにで、これが少しずつ改善している部分になります。ここからは。さっきのとちょっと違うのわかります さっきは頭がもうちょっとこっちにあったんですよね。で、腕がこっちにこういう感じにあったのが、今回は頭の位置と腕の位置っていうのがほとんどまっすぐですよね。で、スイングもブレてないのわかりますこれだと軸っていうのはさっきのお伝えしたこういった軸になりますよね。はい。 多分、前、さっきの動画は、これが、こういう感じですよね。ちょっと極端かもしれないですけど、こういう感じでしたよね。はい。黄色い線のような形でした。えー、まあ、これだけやっぱりこのフィニッシュっていうのが、えー、変わってくると、バランスが崩れてしまうっていうので、まあ、こういった形のフィニッシュができれば、自然と、やっぱり止まれますよね。はい。しっかりと止まれる。 止まとって振ることができるはい。なので、えー、ぜひね、このバランスが崩れやすい人っていうのは、このフィニッシュの時の体勢を逆算していくと、実は構え方に原因があるんじゃないかっていう方も多いかなと思って、えー、今回こういった動画を、えー、作っています。次の動画も同じような形で練習していって、上で少しずつこの体の軸っていうのが斜めになりすぎないように、なり,なりすぎないように意識してます。はい。 してないですよね。さっきより全然違いますよね。はい。そうすると、この状態でフィニッシュしてるので、足も自然と上がんなくなってきて、止まれる。はい。で、なおかつ、やっぱり大事なことっていうのは、あまりここが垂直であれば、やっぱスイングの軌道を確保できないし、この脇を絞ることもできないので、ある程度この角度っていうのは必要です。絶対に。そうじゃなければ、 空間作りもできないし、脇を絞ることもできない、ボールを転がすこともできないし、オーバータイになりやすいのでこのか、この空間というのは絶対必要なんですけども、この空間を作りすぎてしまうと逆効果になるっていうことを少しでも皆さんが理解してもらえたらなと思い、今回こういった動画を作成しました。えー、ぜひね、逆算をするとわかるんですよね。フィニッシュの何か悪い原因。じゃあ引っ掛けてる原因は何だろうってこう戻った時には、実はプッシャー用のタイミングだったりとか、 まあ、今日で言うと、僕のタイム、僕のことで言うと、バランスが崩れてしまう原因は、実は構え方にあるんじゃないかとか、えー。そういった形で、えー、皆さんももしね、えー、同じようなお悩みの方がいましたら、ちょっとそういった矯正をするだけで、えー、変わってくるかなと思います。で、お尻を構えるときに横になりすぎてしまって、体重がうし横、お尻のみ、例えば僕は左利きなので、右のお尻。右利きの方では左のお尻ばっかり残ってしまう方は、気をつけた方がいいです。 え僕もそうなんですけども、それを気をつけるようにして、ちょっとこう構えるときに、かかとに少し体重が乗るような感じですね。そうするとお尻が残るようなイメージになりますので、ぜひね、えー、そういった形で構えてもらうと安定するかなと思いますので、えー、ぜひ参考になればと思い、えー、今日こういった動画を作成させていただきました。えー、まあ今回もこういった形で動画を作りましたけども、 えまあ美プロも最近出てないのでそろそろ新プロと一緒にまた動画も撮りたいと思います。えー、引き続き皆様コバ TV をよろしくお願いいたします。ということで今日は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。いつもご視聴いただきありがとうございます。 コバ、えー、TV では、えー、メンバーシップというものを始めました、えー、月額990円コースと2990円コース、えー、この2つを用意いたしました、えー、詳しくは概要欄に貼っておきますので皆様興味ある方はぜひ見ていただきたいと思いますそれでは皆様よろしくお願いいたします